ご覧いただきましょう。いやそれにしてもうまく引っ張りましたね。バッターは3番ワン。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあまず1球目外から入りました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。中途半端なバッティングで閉鎖するのだけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。走ってこないんでしょうか。そうですね。バッターのために走るなら早めがいいというのはありますけども、ただここはいいバッターなんでバッティングに期待ということかもしれませんね。なるほど。そうですか。変化球打った。サード取った。二塁アウト。アウト。ダブルプレイ。打席には5番バッター中田。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。ファイターズダブルプレーでランナーなくなりました。初球大きく外れています。ストレート打った。ショートが抑えた。一塁へ。一塁アウト。これでスリーアウト。この回ファイターズ結局3人で攻撃を終えています。9回終わって3-3同点です。しびれる場面での登板となりましたファイターズの守護神宮西。きっちりここはゼロで抑えなくてはなりません。さあマウンドを任されたのは宮西。小宮山さん、ここ同点での登板どのようにご覧になってますか。まあ、そうですね。どうしても今日のゲームを取りたいということなんでしょうね。ともかくここはしっかりゼロで抑えてもらいたいですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。インサイド決まっています。これが2球目打ちました。飛びついて掴んだ。アウト。こういったプレーがプロ野球の醍醐味です。いいプレーが出ました。ファインプレーです。いやー小宮山さん素晴らしいプレーが飛び出しましたね。そうですね。バッターは打った瞬間に抜けたと思ったでしょうからね。打順は4番松田。前の打席ではフォアボールを選んでいます。まずはワンアウトを取っています。さあ守護神宮西がホークス打線の前に立ちはだかります。小宮山さんどうでしょうピッチャーの状態は。今日は良さそうに見えますけどね。なるほど。さあまずはこのイニングをしっかり抑えたい。まあ、ここは厳しいところでストライクを取らないといけませんね。なるほど。さあどう来るか。高めに決まりました。これが4球目打ちました。ショート取った。アウト。ツーアウト。今日は代走で途中出場の高谷。ツーアウトランナーありません。これが1球目流しました。これはどうか。渡辺。ツーアウトランナー1塁。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。
さあここでホークスダイソーを送ります。ファーストランナーは鎌本、長打でランナーが帰れば勝ち越しです。打順は6番内川、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。小宮山さん、仕掛けてくるんでしょうかね。勝負どころですからね。攻撃側がどんな作戦で仕掛けてくるのか見極めが重要ですよ。ここは甘くなると長打になる危険性が高いですから、やはり低めが無難ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。彼はクイックな。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。いやー痛いですよ、勝ち越しのランナーですからね。やはりここは勝負を避けました。この敬遠でランナー一塁二塁となっています。打席には7番バッター明石。ファイターズランナーを背負ってのピッチングが続きます。さあ勝ち越しのランナーを背負ったこの場面です。まずは見送ります。ワンボール。ニサ、この明石、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。いや苦にしてませんね。というか左の方が得意だと思いますね。ああそうですか。低め外れました。ツーストライクと追い込んでいます。このピンチ空振り三振に切って取りました。ピンチをしのぎました。ご覧いただきましょう。最後は三振で勝ち越しは許しませんでした。ちょっと打たれましたけど、ここは意地を見せましたよね。10回の裏ファイターズの攻撃です。そしてホークスがマウンドに送るのはもちろんこの人です。難しい相手ですが、なんとか打たなければなりません。さあマウンドに上がったのは森。サインさん、この相手をどう打ち崩していくかですよね。まあなかなか打つのは難しいですけど、なんとかつないでいってサヨナラに期待したいですね。そうですね。さあ注目の打席です。アウトコース、ストレートが決まっています。大きく外れました。際どいコース外れました。この球は外れています。延長でのサヨナラゲームとなりました。西さん、やはりホームランでのサヨナラは大いに盛り上がりますね。いや本当ですね、素晴らしい最後でした。いいバッティングでしたね。いや素晴らしいゲームでした。勝ったファイターズ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のホークスですが、惜しくも敗れてしまいました。
ご覧のように今日のゲームはファイターズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで札幌ドームから失礼いたします。本日は最後までご観戦いただきまして誠にありがとうございました。どちら様もお忘れ物、落とし物のございませんよう、お足元にお気をつけてお帰りくださいませ。Thank you.